こんばんは。こんばんは。わ、ハート。なんかすごいハートだ。ギラギラなクリスタルみたいなハート。クマ。お疲れ。わ、タコ。すごいだるま。ありがとう。ありがとう。こんばんは。すごい。クマクマ。あ、すごい。I love you だって。I love you。ハートありがとう。こんばんは。中村舞です。皆さん、一日お疲れ様です。かわいいタコ。ありがとう。ドラマもハートもありがとう。めっちゃいい歌ありがとうございます。優勝ありがとう。今日はね、四国公演でした。あ、課外活動公演でした。わー、いっぱいありがとう。タコもハートもドルマもありがとう。3連休え、そうやんらしいね。さっきニュース見よったらさ、3連休なんか雨っていうか天気がなんか大変みたいなそんなね、そんなニュースがしてた。やばいのかな、なんか雨なのかな、雷雨。ハートだるまありがとう。優勝もありがとう。1連休です連休じゃないやん。あらら、雷すぐ。え、なんか天気がなんか分からん。なんか3連休あんまり雨みたいな雷雨、なんかニュース全然ニュース見てるんですけど流し見してるからなんかほうほうって思いながら見てた。ぼーっとご飯食べながら家で。なるまありがとう。3連休はフェスに行くのに。何フェスなの。18に私フェスあります。え、待って、今日金曜日でしょ、土日月だから、え、ちょっと待って、今日何日だ、今日15でしょ、16が土曜日で17が日曜日で18が月曜日、あ、月曜日祝日かな。どうもありがとう。敬老の日か、連休いいね。3連休があったらさ、なんか学校とか月曜日とか休みだったらさ、1週間短く感じるよね。ラダルもありがとう。わ、ありがとう。何タワーなのありがとう。ミッキーさん、ありがとうございます。ありがとう。いや、ちょっと私ね、2日前のタワーのお礼を書いて持ってきたんですよ。なんで、ちょっと後で見せるんですけど。で、今日、どうしよう、書こうかな、今から。呼び出そうかな。お城、なんかすごい、ね、すごい色のお城もらった。シルバー？銀閣寺？え、でも銀閣寺って銀じゃないよね。
銀色じゃないよね、なんか。あ、シルバーウィークやから。ありがとう、ミッキーさん。呼び出します。明日にしよう。明日。ミッキーさん、ありがとう。ありがとう。シルバーウィークなの？シルバーウィークあるの？ありがとう。この3連休が土曜日に祝日があるって泣いてる人がいる。嫌になっちゃうね。振り替えとかない？振り替え日、振り替え日っていうか振り休みたいな。だからありがとう。ありがとうございます。フェスでお会いする方もいますかね。すごい優勝ありがとう、ありがとう。めっちゃギフトもらうんだけど、本当にありがとう。あとなことありがとう、ありがとう、ありがとう。今日はね、課外活動公演ね、久しぶりのおきちゃんが四国で出演して、そう、超楽しかったですよ。アイスありがとう。お決まりの写真がなんか意味深？なんかバチバチしてないですよ、全然。全然。いや、MC、いやなんかさ、MC すごいよね。で、最近四国の MC いつもね、ドキドキしてる。マタニティフォト、あ、なんか、おきちゃんすごいマタニティフォト撮りながらんですよ。なんか、写真撮ろうって言って、なんかポーズしようよって言ったら、じゃあ、お腹の上に、マタニティフォトって言って、なんか、よくわかんないけど、いつもマタニティフォトを撮りたがるんですね。なんですかね。そうなんですよ。なんで、なんかお決まりの恒例おんぶのマタニティフォト、ちょっと謎ですけど。で、そのマタニティフォトを撮った後に、あのお決まりで、あ、前、あ、真ん中に安否を挟んで写真撮ったんで、あの産みましたみたいな。生まれました、安否。3人で家族写真撮って、アンピーが生まれました。あれもありがとう。アンピーかわいいの、もうアンピーがかわいくって、本当にアンピーかわいい。なんか外で写真撮ってたんですよ。で、そしたら虫みたいな言って、アンピーが虫って言って、え、なになにって言って見て、だからゴキブリっぽいのがいて、わあゴキブリだって言ったら、あー、もうなんか泣き声みたいな、もう全部返事が、はぁなんかどういう感情なんかよくわからんような泣き声をアンピは上げるんですね。タコかわいい曲して、ありがとう。見たことない背景、外で撮ってた、クワトロの。結婚してありがとう。余裕があるって
私ね、虫に怖がる女の子結構好きなんですよね。ありがとう、結婚してありがとう。もう虫に怖がる人ナンバーワンを争う二人が千穂ちゃんとひなさんって感じがする。もう本当にめっちゃ虫を怖がってるんですよ。もうその姿が好き。クマありがとう、頭ありがとう。虫平気なの？いや平気っていうか、あ、虫だーみたいな感じなんですけど、なんか触りたいとかそういう感情もなくって、それはなんかちょっと嫌ですけど、あ、なんかいるなーみたいな。なんかいたらギャーって言ってこうわーってなるのが千穂ちゃんとひなさん、もう大好き。その姿見るの好き。かわいい、虫に怖がる女の子かわいい。え、でもね、STU みんな虫が来たらね、すごい騒ぐ。騒ぐイメージあります。うわぁ、いやぁ。千穂ちゃん、虫が出て配信終えたことがある。もうガチ。ガチやん。ガチや。でも、なんだっけ、千穂ちゃんと同室だった時かな。私なんかホテルとかで、こうお風呂上がりに窓を開けて涼むのめっちゃ好きなんですよ。だからなんかの時に窓を開けてたら、なんか小映えみたいなのが入ってきて、ただなんか千穂ちゃんと同室だったのかな、そうだったか覚えてないんですけど、なんかちょっとなんで開けたのって言われて、あ、えみたいな、入ってくるじゃんって、確かに申し訳なかったことがある。ドルマハートありがとうございます。さあ、ミドない、なんかホテルってさ、こんぐらいしか開かなくってさ、こうガコンみたいな。でさ、網戸なんかないんですよね。虫ね、なんかあんまり、そうだな、うん、あんまり怖くないかもしれん。花束ありがとう、花束ありがとう。種類によるわ。ゴキ、クモ、ムカネ、別に好きじゃないよ、そんな。好きなわけじゃないよ。なんかあれなのかな、結構虫が多いところ、でもさ、たまにゴキブリって、なんかちょっとあんまゴキブリの話しすぎたら、ちょっとゴキブリっていう単語もあれですね、G って言おう。 G がさ、走ってる時ないですか、道路。なんかあの歩行者の道走ってる時あるよね、なんか、あるよね。私も走る、一緒に。ない、嘘、よく見てみてよ。あの G って多分色的に見つかりにくいんですよ、暗いと。夜はね。あ、歩道ありがとう。歩行者の道、歩道が出てこんかった。歩道。夜に引っ越ししているね。なんか何ですか、
G の事情を知ってる人がいる。あれ引っ越ししてるんだ。そうだったんだ。夜に引っ越し中。夜逃げ中。夜逃げしてる。あ、そうそう、私ゴキブリの、あ、ゴキブリって言っちゃった、なんか G のおもちゃを持ってるんですよ。なんかお父さんからご飯送られてきたんですけど、それに段ボールに一緒に入ってて、 G のおもちゃが、でその G のおもちゃがとずっと家で暮らしてて、でなんかお姉ちゃんとよく投げ合ってる、今日もお姉ちゃんが投げてきて私も投げてっていう投げ合いをしたんですよ。 G のなんか毎日のように G を投げ合ってで G を見ながらご飯を食べたりしてるので、なんか体勢がついたのかな。ありがとう。おもちゃだから怖くない。え、見せたいんだけど。マジで G なの。あ、GG ってありがとう。マジで G なの、本当に。でもなんか見せたらさ、うえーって言う人いるかもしれないから、見せられない。絶対見たくない。いや、そうだよね。どうしよう、バンとかされるかもしれん。やばい、 20% だった。残り携帯の充電が 20% だった。タコありがとう。止まったかも、今止まった。動いた。携帯の充電が尽きてきました。ありがとう。バンかと思った。バンされてません、大丈夫。四国ね、勝手に四国観光大使公演だったんだけどね、四国ね、マジでめっちゃみんな仲良くってね、本当に。なんか、そう、公演始まる前に、なんか、四国が今日は先だったから、先に四国がリハするから、先に、なんか入りが四国の方がちょっと早いんですよ。その、先に披露する側の方が入りが早いんですよ。だから今日は四国が先に、その、クワトロにいて、で先にメイクして、で待機してたんですけど、時間があって、でみんなで MC 決めようみたいな感じで話してたんですよ、ずっと。でもうマジでソファーみたいなのがあるんですけど、みんなで座ってずっと話してて、途中で話が脱線して、で結局 MC 決まらんやみたいな感じで何回もその話をして、え、そう、45分間ぐらいずっと話して、6人でバーッ、ずっと話して、ありがとうございます。なんか MC 何話すかっていうのをひたすらずっと決まらん。ヘタレの愛媛県バージョン楽しみにしとく。めっちゃやりたい。今日やりたかった。
葵ちゃんと戦ってたさ、葵さん、葵さんね、平和主義なんですよ。平和主義なのに今日はなんか私は今日は葵さんとそうですよ言い合ってました。違いますよって絶対に違いますよって、愛媛ですよねって、なんか方言一緒なんですけどね、多分ほぼ。イントネーション？イントネーション。あ、うん、ほぼそうだね。住んでるところは、まあ、ちょっと違うかもしんないけど、うん。もうでもそんなめっちゃ離れてるわけじゃないから。ありがとう。ヘダレのイントネーション問題。でも私本番前にめっちゃ練習するんですよ。で、あの、マジで早口ずっと言ってて、そしたらなんかおきちゃんにイントネーションの指導されて、もうめっちゃイライラしながら、もう分かったってやみたいな。めっちゃなんかおきちゃんはね、なんかイントネーションに厳しいんですよ。で、イントネーションのもう指導が入って、今なんて言ったみたいな。何言ってやって。あ、私の語尾？あ、もう、おきちゃん、岡山。いや、あんまりね、岡山の方言あんま出てこんくない？たまーに言うんですよね。なんとかやがんみたいな。やがんじゃないか。なんちゃらだがんみたいな。たまーに言うんですけど、珍しいって思うもん、それ出てきたら。うん、まんま出てこん。本当になんかたまーに、ナチュラルに出るときはあるけど、僕はずっとヘタレだって言われてきた。自分もヘタレだって思ってきた。ここで一回くらい頑張ったってそれは変わらないけど、変わらないけど、これね、めっちゃ強制されたんよ。変わらない、変わらないけど。なんか、変わらないけど、じゃないよ。変わらないけど、だから、みたいな言われて、ずっと強制、イントネーション強制入ります。なんかね、セリフなまりがち、なまりいいけど、ほんと、やるときはやるてや。え、でもなんか方言バージョン可愛くない？ね、いた、なんかね、そこね、何かね、いつもなんかしたいなって思うけど、そう。ありがとう。それ今の愛媛か、え、わからん。私もようわからんだよね、何喋ってるか。何弁喋ってるか。わかんないんですよ。なんか多分いろんなのが混ざったんです。もう瀬戸内弁みたいなのができます。なんか STU ってさ、いろんな、そう、集まってるじゃん。だから瀬戸内弁完成。
ご両親ずっと愛媛。そう、愛媛、愛媛、愛媛。関西、あ、でもね、お姉ちゃんがめっちゃ関西のイントネーションなんよね。多分お姉ちゃんがなんか兵庫住んでた時があって、そっからずっと関西弁になって、お姉ちゃんめっちゃ関西のイントネーション。だからなんか田中さんって人が言ったら田中さんっていう、うちのお姉ちゃんなんか全部なんかイントネーションが関西なの。それ関西か、これ関西じゃないのでもなんかあのイントネーションは全部関西なんよねって言ってました。コテコテ、コテコテなの。大阪遊びに、え、私行ってた。そうな、お姉ちゃんあの大阪寄りだったんで、そうそうそう、兵庫の大阪寄り。近いよね。本当にありがとうございます。関西好きだよ。好きやけどさ、あんま行く機会ないよね。うん。でも今度あのラスト、ツアーのラストが大阪です。そうなんだ。29、30、大阪で待ってる。大阪に行く。え、そうだよ、泊まりだよ。29、30だったら嬉しい。大阪で会いましょう。29は多分配信がない。ありがとう。何食べようかなご飯の話ばっかりですけど何食べようかな、どうしよっかな。串カツのイメージめっちゃある。串カツ二度漬け厳禁。たこ焼き？絶対ね、差し入れで来ると思うんだ、たこ焼き。差し入れでいただく気がするんですよ。いつもね、ククルのたこ焼きと551の肉まんが、あの、大阪のお話し会は絶対それが来るんです。その2個セット。絶対2個セットなの、それの。絶対にそれなの。ククル？いや、分からん。そのたこ焼き屋さんの有名なお店とかちょっと知らんのんやけど、あんまり。もう覚えた、それは。それがよく来るから。
わなか、わなか。え、みんながね、声を揃えて言ってるんです。あ、声を揃えて言ってるんです。わなか、わなかだって。わなか？聞いたことない。わなか？わなかは、そうなの？めっちゃ有名なの？みんなが言ってるんだけど。新大阪駅にある。新大阪駅？新大阪駅ってさ、新幹線の駅だよね。有名なんだって。なんか大阪のたこ焼き屋さんってお安いイメージがあります。お手頃価格。いつも使うとこ やっぱ新幹線のとこや。楽しみになってきた。楽しみになってきた。なんだっけ、わなか、わなか、こういうとこ。カクカク、なんか今日カクカクするらしいよ。なんてなんだろう。おかえりとか言われるんだけど、どういうこと。なんかカクカクしてるらしい。え、わかんない。どう、あれ見えてる、もざもざ止まった。え、充電あるよ。あれ見えてるよって。え、ありがとう。ちょっとタワーのお礼をしたいと思います。ありがとう。じゃーん、 N2F さん、ありがとうございます。これはキノコ狩りのクマを描きました。ありがとう N2F さん。じゃじゃじゃーん、そう、これを食え。これを食えっていうクマ、キノコグマ。ありがとう、ありがとう。得意じゃないですよ。毒入りじゃないです。毒なし、毒なしキノコ。そろそろ壇上呼んで、呼ぶ。 N2F さん、ハヤリンゴさん、ゆずきちさん、シーサーさん、きなぺこさん、東京のスワンさん、ミッキーさん、ボンちゃんさん、元町さん、福太郎さん、アルフォートさん、ケンジさん、グマネパパさん、ありがとうございました。皆様今日も一日お疲れ様でした。ループしてる。いや、これなんか今日ね、悪いね。なんか電波悪いかも。なんでなんだろう。おやすみ？おやすみなさーい。また明日だよ。これなんかね。配信ありがとう。ありがとう。おやすみ。またね。ギフトもたくさん。タコもダルマもありがとうございました。なんかね、ちょっとね、電波が悪かったんですけど。おやすみ、おやすみ。またね。おやすみ。また明日。ラブ。またねー。また明日。ありがとう。ほな。おやー。おやおや。おやー。